こんばんは。こんばんは。洗濯終わった、聞こえた。ちょうど今始めた時に洗濯が終わりましたね。お疲れありがとうございます。こんばんは。お疲れありがとう。くもありがとう。こんばんは。お疲れ様です。皆さんまだありがとう。こんばんは、中村舞です。皆さんこんばんは。お月がない。あ、月はしまいました。出し入れ可能な月。こんばんは。ハートバラ、お猿さんありがとうございます。中村舞です。こんばんは。服かわいい。これかわいいね。ブラウス、ブラウスです。お化けは、いや聞いて、これね、去年のハロウィンから貼ってるんだけど、もうね、季節が私に追いついてきたの、今年も。すごい。いや去年のハロウィンに貼ったはずだからずっとつけてるの。うん、もう1年になるんだよこれつけて。なんかね、本当はもっとお化けいたんだけどね、生き残ったのがね1人だけっていう。みんなねちょっとね粘着力がなくなっちゃって、そう、季節が私に追いついた。お化けありがとうございます。そうなんだ。ハロウィン、ハロウィン。10月31ですよね。そう、もっといたんですけどね。ありがとうございます。満月は、そう、なくなっちゃいました。そうです。また出してほしかったら言ってください。とても満月にしてあげます。ハートありがとうございます。ん、帽子ありがとうございます。満月、今日新月、新月ですか。ないんですよ。え、なんかさ、ちょっとコメントでさ、今も来たんですけどね、なんか私昨日もなんかすごい言われて、なんか先に言っとこう、なんか私がすごいファンの方と DM したことがあるみたいなことをすごい言われて、もう 100% ないです。もう絶対にないです。マジで本当にないです。ないから言っておきます。なんかすごいあることないこと言われるのがめちゃくちゃ嫌で、なんか本当にもう 100% ありえないので、もう絶対にいないので言っておきます。なんかそれですごい疑いの目で見られるのがすごく嫌で、何もしてないのになんでそんなこと言われるんやっていう気持ちになっちゃって、そう、ずっともやもやしてて、そう、本当にでもハモルーマーって感じ。ルーマールーマー、もう本当にもう本当にネモハモルーマーですよ。これがこれが、そう、あのネモハモない噂ってやつですよ。何も、そう、モヤモヤしてた。本当にモヤモヤしてました。もうなんかもうそうなんですよ。なんか何もしてないのにいきなりそんな疑いがあるなんてびっくりと思って、そうしてません。もう 100% ないです。あのもう、あの何ですか、なんだろう、もうすごい辛すぎて、ありがとうございます。でもあの、そう、伝えておきたかったので、なんかすごい不安にはさせたくないので言っておきます。はい、ありがとうございます。
そうだよ、なんかあれですよ、噂ってなんかどこかで一人歩きしても本当になんか本当のことのようになるのがすごい、もうありがとう、ありがとうございます。本当になんでそんなのが流れるのかわからない。気を取り直して、もう 100% ないっていうのをもうお伝えしておきます。 100% ありません。回らないお寿司食べたの？え、違いますよ、あのスシローのなんかあの食べ比べみたいなやつ食べました。今日はスシローの、スシロー行ったんですよ今日、姉キューと。そう、なんかあの一皿一皿こう来るやつじゃなくて、なんかあの980円ぐらいのちょっとなんかあの100円の皿ではなくちょっとお高めの皿に乗ったあのマグロの食べ比べみたいなやつを食べたんですよ。初めて食べた。ありがとうございます。なんかあのお寿司屋さんに行ってあの大きい皿を食べることがないので、今日はなんかちょっと特別な気持ちでしたね。トロいっぱいだった。いいね、ありがとう。海賊といたの？海賊いない、お父さんは愛媛にいます。うん、お父さん愛媛、いいね、ありがとう。ウニなかったな、むウニない、ウニ、ウニ、クマさんありがとうございます。アネキューのおごり違うんですよ、今日は私のおごりなんですよ。センキュー。いや、なんか割と最近すごいおごってもらうことが多かったので今日は私がなじましたって言っても、そんなになんか姉が別にめちゃくちゃ食べるわけでもないので。さすが、そうでしょ、 Thank you。 かっこいい、ありがとう。そう、一緒。うん、今日はそうなんとなく。ハートありがとうございます。お寿司美味しかった。お寿司美味しすぎ。何皿食べたかな、分からん、覚えてないやん、もう数えてなかったわ。多分お皿自体は少なめで、あのね、平日に行くと平日のかけうどんがあるんですよ、130円で。もう神ですよ、うどんが130円で食べれるという、めちゃめちゃお得です。平日くまさんありがとうございます。何皿食べるかな、でもお寿司自体は5とか。でも今日はあの大きいお皿頼んだから食べてないかも。あとそれにあのあれですよ、お寿司のお皿プラスなんかあのサイドメニューめっちゃ食べて、あとデザートも食べるときは食べるので、そうサイドメニュー豊富なんで。でもデザート今日食べなかった、なんか秋っぽいデザート出てたのに。
初見さんありがとうございます。フライドポテト食べる、大好き。フライドポテト好き、美味しい。揚げたてが来るのが最高。栗芋、いやね、聞いて、なんかお寿司屋さん行くときになんかめっちゃ聞こえてきて、え、何の音みたいな、何の、なんかすごいなんか聞こえてくるって思って、めっちゃ耳すまして聞いてたら、石焼き芋って、お芋って言ってて、もうめっちゃ秋感じて、え、そう、お芋が売ってたんですよ。もうなんかほっこりした。石焼き芋屋さんがいた。まだありがとう、お猿さんもありがとうございます。店内で、違う、店内にいたら店内じゃないです、店内じゃなくて、あのお寿司屋さん行く途中のなんか道でなんか遭遇した店内にいたらびっくりするなんでタッチパネルじゃなくて回っとんってなる。いや、石焼き芋だけこうやってカートで、店内じゃないですよ、ちょっと誤解が。いいね、ありがとう。めちゃめちゃいいよね、お芋、石焼き芋。え、あんまりなんかでも見ないよね、なんかそのなんて言うんですか、トラックとかで回ってますよね。ハートありがとうございます。あんま見ない、最高。石焼き芋、なんか焼き芋買うって言ったらドンキホーテの焼き芋が一番に思い浮かぶかも。なんかあの、そのトラックとかって遭遇しないと買えないじゃないですか。でもドンキホーテには必ず石焼き芋が売ってる。必ず売ってるよ、美味しい、あれ。スーパー、わかる。富士売ってる、富士っていうスーパー売ってます。石焼き芋、お芋、早く来ないとなくなるよみたいな感じの音声がずっと流れてるずっと流れてる。おいしい、おいしい、お芋だよ。店内で流れてる、本当にこれが流れてる。ありがとうございます本当ですからね、いいね、お芋、お芋、お芋。店内でカートが来るの、うん、なんか野菜売り場にね、焼き芋があるの。なんか野菜売り場の一角になんか焼き芋のコーナーみたいなのがあって、こうあったかくなる、なんかこう、なんかこういうのが置いてて説明ができんけど、そこにお芋が置いてて、そう、野菜売り場にあるの。すごくない？じゃあ買いたくなる。
今度買ってみます、オイラの分も買ってくれ。勝手に芋補充してみて、私怒られちゃうよ、スーパーのあのまだね火の通ってないお芋を焼き芋のところに、こうやって焼き芋屋さんじゃん。一人称オイラだったか、いやなんか適当に私です、一人称私、最近ちょっとふざけてなんかいろんな一人称使っちゃう。わしは使わんな、わいもも言わんかも。うーんおいどん言わん、なんか我らが〇〇とかは言う言いますよね我らが〇〇とか俺の〇〇みたいな。言わない、言わないですか。我らがマイキュー、まあ、そういうことだよ、我らがマイキュー。 STU の掛け声は、うん、STU の掛け声とかあんまないかも。 STU の掛け声でも STU のライブの前すごいですよ、もうみんながバンバン言ってる、もうあの口じゃなくて背中をもう思いっきり叩いてもらうんですよ、みんなみんなで叩き合いするんですけど、あのいい意味の叩き合いです、あのこうパーンみたいな。エンジンはなんかバクコイ公園噛んだバクコイ公園行くぞ、 お願いします。なんか結構普通かもエンジン、ちょっと噛みました。みちゅさん、いやあの生誕祭が最近多いのでだいたい生誕メンバーがやります、その生誕祭のメンバーが掛け声することがあります。痛いの、そうなんか背中を叩くのはもう痛ければ痛いほどいい、なんか何ですか、魂が注入されますドーンみたいな。ありがとうございます。誰に叩いてもらうかというと、僕恋公演はココアさんが多いですね、そのSTU48 Everybody みんなあのここでバンバンしてるんですよ大抵、本当に始まる直前のオーバーチュアでバンバンしてるのでみんな大抵位置にもついてて、でその位置に近いところにココアさんがいるので私はココアさんに頼んでます。ももちゃん叩いたら泣いちゃう、ももちゃん確かにココアさんと同じ位置だから近いわ。この間でもみーちゃんさんがなんかそのももちゃんがリッセンももちゃんがお願いしますって言って
みーちゃんさんに背中を向けてて、あ、なんかこの文化は2世にも伝わってるんやって思ってなんかちょっとおーってなりました。受け継がれてる。いいね、ありがとうございます。うん、叩くのは私はもうマジで力強く叩かれたいんですよ。あ、なんかすごいこのセリフだけなんか聞き取ったらすごいなんかあのちょっと、うん、めっちゃド M みたいですけど、あ、違うんですよ、なんかあのもうマジでドーンっていうぐらいの方がなんかうっしゃーってなるんですよね。ここだけ切り取っちゃダメです。なんかたまに痛すぎてさ、うっみたいな、もうなんかちょっと出てはいけない声が出る、うわーみたいな、すごいもう叩いた後に爆笑みたいな。ちょっとこれは出てはいけない声が出たなと。声が出るくらい。誰が叩くの？もう。みんなで叩く、みんなで。ライブ前はなんかあの光景めっちゃ好きです。あのおばちわ中にこうやってみんなが肩ポンポンってやってでパーンパーンよしみたいな、なんかあのみんなでそうあの叩き合う。メキも叩くよ。あとそんなにでもわからん。叩き合いです。いいです。いい叩き合いです。今日はアイスカフェラテ、カフェオレか、あ、カフェラテです。カフェラテ、こぼれそうなカフェラテ。どこの、いや、ブレンディースティック、あれブレンディースティックだっけ、なんかあの家で作る粉、あのこのなんて言うんですか、こんな感じの粉のやつです。あれが一番好き。あれが超好き。いやさ、今日ね、そう、姉とご飯に行って久しぶりになんか姉とゆっくりね話をしたんですよ。そしたらなんかめっちゃなんか途中でカバンから大量になんかめっちゃゴソゴソ出してきて、でなんかめっちゃなんか大量に出してきて、なんかこれみたいな感じで、なんかガチャガチャやったんよねみたいな言われて、私最近ガチャガチャやってなくて、なんか姉めっちゃガチャガチャやってて
もうなんかありえないくらいガチャガチャやってたんですよ。しかも同じ種類を何回も何回も、なんでそんなにその同じ種類のガチャガチャしたんと思って、なんめっちゃ出てきたので、いいでしょこれみたいな感じで、でなんかこれ3個あげるからなんかもらってやみたいな言われて、そうなんかアサリの水煮をもらいました。なんかちょっとこの缶みたいな、アサリの水煮、これが3個出たらしくて、これもらってやみたいな、なんかめっちゃ私に自慢してきて、いっぱいあるんよみたいな、どれかいるみたいな言われて、じゃあこれって言ったら、これは私が欲しいと思っとったのにって言って、じゃあこれって言ったら、これ私可愛いと思っとったのにって出てきて、じゃあもうそれでもいいわって言ったら、アサリの水煮をこれいっぱいかぶっとるけあげるねってアサリの水煮もらった。何ガチャ、これなんだろう、こういうの最近あるのかな、なんか缶、これ本当にあるのかな、アサリの水煮っていう商品決まってた、そう絶対決まってたよ。缶詰好きなんかな、分からん、なんか分からんけど、めっちゃなんか、あ、なんか缶詰、分からん、なんで缶詰にハマったんだろう謎ですけど缶詰にハマってます。あるある、ちょっと何かにつけたいんですけどね。そうなんです、指輪になるやつ、あ、そう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 、多分これでもね結構大きいよね、これサイズが、まだ開けてない。サバ缶、でもめっちゃ種類持ってたよ。もう確かにあんだけ回したら種類揃うだろうなって思って、しかもなんか缶詰だけじゃなくて他のガチャガチャもしてたんですよ。なんか私知らない間にめっちゃガチャガチャしててびっくりした。こんな感じなんだ、指輪なの、なんか多分これ外したら指輪になるんじゃない、なんかすごいんだよ、見て表記もちゃんとしてる。ちょっとこれショールームで見えないけどさ、めっちゃ表記がちゃんと68キロカロリーとか、めっちゃカロリー表記までされてる。あ、待って、割とぴったり、てか待って、待ってぴったりすぎて抜けんくなりそう、あ、怖い、私こういうのほんとドキドキする、怖かった、怖いよねこういうの、めっちゃドキドキする、もうはめない、一生はめない、ストラップとして使う、危ない危ないよ、しばらくここにアサリの水煮がつくことになるよ、何それって絶対言われる、焦る焦る、お腹鳴ったんだけど特にアサリの水煮、指輪のサイズどれくらい、知らんな、指輪のサイズってどうやって測るんですか、なんかこうメジャー、どうやって測るのあれ、でも指輪ってさ、まあ、指の太さってそんな変わんないのか、アサリの水煮、私の指の太さが知りたい方はこのアサリの水煮をゲットして、このここの指に、あ、これのこれがちょっときつかったぐらいです、この右手の人差し指で、はい、皆さん、はい、私の指はアサリの水煮号です、超わかりやすいっしょ、
海賊指輪してないね。してるところ見たことないかも。多分仕事柄で、まあ海賊ですからね。指輪が錆びちゃう。錆びちゃう錆びちゃう。海水で。発揮もしてないな。なんか私指輪もらったことあるんだよね。なんか両親の指輪、なんか記念日の指輪もらって、これもらっていいやつなんかなって思いながらもらったのがある。結婚指輪じゃないけど。なんか結婚10周年ぐらいの指輪かな。今持ってるの、持ってる、なんかお守りみたいにして、ずっとあのなんかアクセサリーケースに入れてます。父にもらってたよね。でもなんかうちのお父さんとお母さん、私になんかめっちゃアクセサリー買ってくれるんですよ。この間も愛媛帰った時、お父さんがなんかブレスレットを、なんか前もブレスレットくれたんだけど、またブレスレットを今度はなんか買ってくれて、プレゼントされて、そう、母さんからイヤリングをプレゼントされて。そうなんだ。よくそう、なんかもらいます。ありがとうございます。配信でも身につけてみたら。なんか私なんかアクセサリーを外に行くときつけても、家でめっちゃ外しちゃうんですよね。すぐにアクセサリーケースに戻しちゃうんですよ。だから多分配信でつけてないという事実っていうか起こるんですよね。なんかなんだろう、家に帰ってまずすることがあって、クマありがとうございます。なんか家に帰ってすること、まずその1、靴下を脱ぐ、その2、手を洗う、その3、なんか装飾品を外す、その4、ジャージに履き替える。で最初靴下、もう靴下は何が何でも早く脱ぎたい。ジャージに着替える、これはもうルーティン。裸足、そうだよ。聞こえますか、この私の足音。裸足です。ペチペチしてます。船の上も裸足だった。確かに、あれはまあ確かに。ジャージなのか。想像に任せよう。
あの配信で見えてない部分はみんなの想像に任せよう。このこっからしたらもうみんなに任せるわ。みんなはあの私のそうあのどんな服を着てるかとか想像しといてください。尊いありがとうございます。自由。なんかケンタウロスじゃないよね。すごいあのすごい斜め上だった。そうなんです、実は私そう下半身馬でケンタウロスなんです。パカラッパカラッパラッ聞いてください。これが私のひづめの音、聞こえました？人魚かと思った。人魚この世にいるから。いい走りや。そうじゃろ。アリエル、うん、アリエルいますよ絶対。私なんかいるって思ったんですよ、この世に人魚は。うん、絶対いるよ。ありえる、ありえます。アリエルはありえます。何ジュゴンって、何ですかジュゴンって。かわいい名前だ、ジュゴン。ジュゴン、え、イルカ、クジラ、全然半魚人じゃないじゃん。ジュゴン。あ、そうなの？人魚の、そうなの？ちょっと調べよう。ジュゴン。ジュゴン、ジュゴン。ジュゴン、ジュゴン。え？めっちゃ可愛いんだけど。この正面から見たジュゴン。なんかに似てる。めちゃめちゃなんかに似てる。アリクイ？アリクイじゃないな。なんか。かわいい、めっちゃ。バク？バクかな？かわいいボディしてます。ほら、見て。動物は動物で例える。動物は動物で例える。会いたい。ありがとう。水族館で会えるの？水族館行きたい。水族館行きたいです。水族館、なんか水族館っていうか、あの愛媛の行ったんですけどね、なんかでも淡水魚が結構多くて、あの淡水メインのお魚だったので、海水メインのお魚も見たいな。水族館行きたい。宮島水族館に1回だけ行ったことあります。コッコさんと行ったかな、一緒に。
懐かしい、覚えてる。コッコさんと、なんか宮島にコッコさんとね、2回ぐらい行ったんですよ。2回か3回か忘れちゃった。2回か。1回は宮島水族館行って、もう1回は紅葉を見に行って。あ、みちょさんの、そうじゃ、なんかあの、宮島水族館に、行こうみたいな感じで CM が流れてます。みちょさんの。行きたい。あれ、何ですか？看板と写真撮りたい。アンバサダー。行きたーい。行きたい行きたい。いいですね。行きたい。今やってるのかな。やってるか。やってるよ。あのドクターフィッシュみたいな、ドクターフィッシュじゃないか、なんだっけ、なんかすごい角質みたいな、取ってくれるみたいなやつのお魚みたいないるじゃん。手を入れたらさ、もうすごい集まってきてて。なんかもうモグ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 みたいなしてくれるやつあるじゃん。あれをしたんだよ、そのコッコさんと前に行った時に。そしたらなんか手入れた瞬間にめっちゃもう自分のところにありえないくらい集まってきて、コッコさんがドン引きしてて、なんかコッコさんも入れたのにコッコさんには数匹しか来なくて。自分のところに、もうありえないくらい、もうめっちゃ、もう手が真っ黒になるくらい来て、でもコッコさんが、え？みたいな、え？舞ちゃん？みたいな、すごいもうドン引きしてて、いや違うんですよ、コッコさん、みたいな。そんなことないんです、みたいな。角質が、みたいな。なんだよ角質って。なんか角質が溜まってるの。角質って何なん、もう何ですか角質って。ちょっとドン引きされた、なんか思い出がある。うわー懐かしいですね。ギョギョ？もうギョギョギョだよ。ギョギョギョ。また行きたい。行きたーい。行きたーい。ちょっと、でもなんか水族館はやっぱり、なんか一人では行けないんですよ。私結構一人行動すごいするんですけど。なんか水族館は誰かと意見を共有しながらなんか行くから面白いのであって、なんか一人水族館は結構心が寂しいので、ちょっと誰かをと誘っていきたいですね。一人、なんか私知らない人に話しかけちゃうかもしれん。これは丸々らしいでみたいな。なんかさ、水族館の水槽の横とかにさ、なんかその魚の説明文とか書いてあるじゃないですか。私ああいうのめっちゃ読むの好きなんですよ。でなんか「この魚ってこうなんじゃ！」とかってめっちゃ思って なんか誰かに共有したいじゃないですか。これあれらしいでみたいな。なのにそれを話しかける人がいなかったらもうショックすぎて。話したい。あの説明書をなんか読むの楽しい。なんか話しかけたくなる。
いやなんかね、この間 あれこれ話したっけ、なんか女の子、ちっちゃい女の子に話しかけたんですよ。話しかけたっていうか、なんかそのお魚館に行った時に、なんか鯉の餌をやるスペースがあって、なんか鯉の餌をやってたんですよ。こうやってパラパラパラって、こうやって一人でパラパラパラってやってたら、なんかそのもう鯉がめっちゃ私に集まってきて、そしたら女の子が、うわー鯉だーってちっちゃい子だったんですけど、何歳ぐらいなんだろう、小学校低学年ぐらい、1年生とか2年生ぐらいの子かな、がうわー鯉だーって横に来たんですよ、ちょうど。だから私はなんか持ってた鯉の餌をほらーみたいな感じで あいるーみたいな、もうすごいなんか仲良くなりたくて、あ一緒にあげるみたいな感じで言ったら、もう超ドン引きされて、本当になんかえみたいな、すごい怪訝な目で見られて、なんか「え大丈夫です」みたいな感じで、めっちゃ冷たくて、私もう一生話しかけられない、もうすごいもうトラウマになりそうなぐらい もう「え？」みたいな、超ショック、ちょっと怪しかったのかな、怪しかったのかもしれないです。でもなんか、その女の子が鯉を見てて、私がこうやって鯉の餌をあ げて、鯉がわーって集まってきて、なんかそれを、なんか私がなんか鯉をこう、なんですか、こう、ほらほら、私が鯉を集めたんだよー、みたいな感じで、なんか見せるのが嫌で、一緒にあげたかったんですよ。なんかちょっとその状況が嫌だったから、なのに、そう、恋使いみたいになるじゃん。なんかちょっともうほんとショック、ほんとショックだった。もうでもちょっとあれ思い出したら、知らない子には話しかけられないな。恋多き女、恋ね、そっちの。それが恋と気づいた今更。それが恋と気づいた今更。気づいてました。トラウマになるよ。しかもなんかちっちゃい子だったのにもかかわらず、え、大丈夫ですって、すごいなんかもう、めっちゃ敬語で、距離が すごかったから なんかこっちはなんかめっちゃタメ口っていうか、なんか「あいる？」みたいな感じだったのに、「いや大丈夫です」みたいな感じだったから なんか距離が えぐくて、あそう、礼儀正しいんですよ、礼儀正しいからこそ、あちょっと自分慣れ慣れしく話しちゃった。めっちゃ冷静だった。その後私はまた静かに鯉に餌をやりましたかって 哀愁漂ってたと思う、なんかもう背中からすごい、もうはあ、切ない切ない。こんな事件があったんですよ。エピソードですよ。お魚館。そう、お魚館があるところは松野町って言うんですけど、その近くに、紀北町っていうところがあって、その紀北町っていうところは今度なんかなんだっけな、紹介されてたんですけど、待ってね、ふるさと、ふるラブ、ふるラブ、
フルラブ瀬戸内、ふるさと納税、そうなんですよ。え、ふるさと納税すごくいいですよね。ふるさと納税で、そうそうそう、ゆずサイダーっていうのをね、そう、そのあ、そうそう、なんか税を代わりに、そう、別の地域にこう納めたら、その分なんか税が自分のその住んでるところから控除されるっていう。前飲んでなかった、飲んでました、これね、めっちゃ美味しい。私も買って、そう、飲みましたね、これ。お土産に持って帰って、そう、紀北町、紀北町好きですよ。じゃあ紀北町っていう、なんか鬼に来たと書いて紀北町っていうところがあるんですけど、そう、なんか、なんて言うんだろう、めっちゃ鬼の町って感じで、鬼のモニュメントみたいなのがめっちゃいっぱいあって、四国カルスト行く途中に通る、そうなんですよ、私も四国カルスト行く途中に前も行ったかも、紀北町、鬼の町です。そう、道の駅に鬼います。なんだっけね、鬼、名前あるんだよ鬼王丸みたいな感じで、鬼王丸と、なんか鬼王丸のお母さんかな、なんか雪姫っていう、そう、あります。ゆずサイダー以外に私が好きなのは、これ出るかな、鬼バームっていうバームクーヘン。なんかね、昔ね、これね、紹介しなかったかな、私。鬼バームっていうバームクーヘンがあるんだけど、めちゃくちゃ美味しいよ、鬼バーム。なんか名前の通りゴツゴツしたバームクーヘンなんですけど、ちょっと周りがゴツゴツゴツって感じの。これや、鬼バーム、え、待って、何これ、鬼バームって検索したら鬼滅のバームクーヘンも出てきた。鬼つながりや、これは鬼バーム、鬼つながりですね。美味しそう、マジでこれは美味しいよ。そう、これおすすめ、めっちゃ好きです。個人的になんかお土産、道の駅とかに売ってる。道の駅大好き人間なんですよ。あとはね、ここはね、生地、生地も有名ですね。生地、生地肉、鶏、そう、鶏、生地、生地肉。え、桃太郎、え、そうなんですよ、めっちゃ複雑じゃないですか、鬼の町で生地を食べるという、なんとも複雑な、まあ、鬼側ですよね、桃太郎側ではなく、まあ、鬼側ですよね、完全な。ちょっと複雑ですが、はい、生地肉有名、有名です。生地食べたことない、そうだよね、生地ってなかなか食べんよね。生地鍋、生地肉そこで生地を仲間にした、え、仲間、仲間食べちゃってるよ生地美味しいですよ、
なんか結構あっさりだなって思う。結構ね、ま、鶏肉、まあ鶏なんですけど鶏ですねなんか結構あっさりした感じの、何と比べたらいいんだろう、油は少なめかも。なんか筋トレいっぱいしたんですねみたいな感じの味するもうなんかめっちゃ鍛えてる生地、なんかすごいストイックって感じ。あ、閉まってる感じ。そうかも。硬いわけじゃない、全然、もう全然普通に柔らかいけど、なんか良質な筋肉を蓄えた鶏って感じ。どっちかといえばささみ肉に近いのかな、その部位でいうと。という感じです。あれ、なんで私こんな話が飛んだんだろう。何の話をしてたんですかね。なんでこの話になったんですかね。お魚館から来たんだよ。あ、ジュゴンの話してたわ。すごい。水族館行きたいっていう話からだ。道の駅、そう、道の駅。ゆずサイダーから。そう、ふるさと納税、私、めっちゃしたい。ふるさと納税したことないんですよ。したことありますか？ふるさと納税いいですよね。したいです。ない？ある？ない？毎年してる人もいる。私ふるさと納税したことなくて、したいですね。なんかそのふるさと納税、その地域に、応援したい地域とかに納税したら、その地域からなんか返礼品って言ってなんかお礼の品をもらえるんですけど、そう、今言った例で言うと紀北町、愛媛県のこの紀北町ってところに納税したら、ゆずサイダーの返礼品が返ってくるっていう感じのシステムで、そうで、その納税したのは、その控除されるっていう、その自分がその分税を納めてるのを、その土地のもの、その土地のなんかものがもらえるっていう。そう、ちょっと私もなんかいろんな瀬戸内とかもだし、やってみたい。カード、あ、そうなんですよ。そう、私のカードっていうんですか、そう、オリジナルブロマイド令状。そうなんですよ。そういう今なんか企画をしてます。そうなので、ぜひぜひ、まだしたことない方はぜひぜひ、 Q カードそう、 Q カード、
キュカード。どこの市？私は紀北町かな、愛媛県。鬼に来たと書いて紀北と読みます。ぜひ覚えてください。紀北。なんか私もね、すごいね、すごいシステムとかこれちゃんと理解できてるよね。いつも不安になります。難しいですよね。もうなんかこういう、なんだろう、話は地元出ないのに。あ、なんか紀北町と私の関わりって言われるとちょっと難しいんですけど、紀北町出身というか、まあ、紀北町はよく行っていた場所って感じですね。そう、そうですね。育った町ではまあないんですけども。星ありがとうございます。なんでよく行ってたか、なんでだろう。あ、でもなんか中村家っていうか、うちのお母さんとか特になんですけど、結構道の駅とかめっちゃ好きで、いろいろ行くんですよ、なんかドライブとかで。そう、それで、よくいろんな道の駅を旅してました。道の駅っていいよね。イケボだった。道の駅っていいよね。今何分だ、2334。2334、あと30分ぐらいになってたな。ああ、怒涛に喋り尽くしてました。ああ。1時間だよ。何時間、そうだよ。飲み切った、飲み切っちゃった。ホリエタイムするね。最近さ、オーバーチュアっていうものを流さずに歌ってたんですよ。そう、オーバーチュア、なんかそう、オーバーチュアしなくて、ずっとオーバーチュアはみんなに任せてた。なぜ、なんか9月は割といっぱい歌う月って決めてたので、そう、前座だよね。前座しますか。どんどんしてくれてる。ちょっと今日歌いますか。どんどんしてくれてます。2回目の S で登場するの？え、それはステージによってバラバラですよ。なんかでも確かにタイミングあるね。すごい。あ、すごい、どんどんしてる、どんどんしてる。え、ちょっとどんどんしないでください。前座します。前座、前座するわ。前座します。今から
うん、前座します。あ、止まるな、止まるな。楽曲ダウンロード中。あ、どう？混ざってる？混ざってますか？今日。どうも、モザムラマイです。あ、モザナシ？モザナシマイです。じゃあ今日の前座をします。それでは聞いていただきましょう。ロマンスかくれんぼ。帰り道、街が赤く染まる。そよ風が通り過ぎて、揺れる影帽子。誰にも言えない私の初恋。そっと低い空に光る一番星。小さな秘密が大きくなってく。昨日隠れたままでした。好きなんです、心の中にロマンスをしまったままで。あなたに会うと苦しくて泣きたくなる。かくれに噛みました。色あせた低い空になのに、空をめちゃ噛みましたね。めちゃめちゃ噛みました。もうショック。噛んだよ。もうめっちゃ噛みました。もう本当になんてことでしょう。色あせた低い空にです。
ゆっくりなのに噛む え、そう、なんか滑舌悪い。禁じられた2人のセリフも、もうめっちゃ、噛みそうで、この間もちょっと、危なかったんですよ。そばにいるだけで、心がキュンとします。なんかそばにいるだけでもう、すごく、まずくて、めっちゃ滑舌。そうなんだ、ちょっとね、神々少女です神々。あ、今のが前座でした。じゃ、ちょっとオーバーチェア流そう。ちょっと待って待って、再選曲、オーバーチュア、オーバー、久しぶりのオーバーチュアだ。オーバー、あれ、どこだ、オーバーチュア、オーバーチュア、あった。おお、あれ、再選曲。止まるな。止まるな。今日は、じゃあ、こちら、シアターの女神。
女神。シアターの女神でした。チーム Q 推し？ね、ちょっと待って、チーム Q 推しマイ Q だから、もう全部マイ Q になるから。あなたは今日でマイキュー推し、まあ、全部マイキュー。シアターの女神やりたいな。シアターの女神かわいい、ありがとうございます。16人分のマイキュー47。あ、そうだよ、全部愛媛、愛媛。それはそう、覚えられなくて何回も。そうなんですよ、夜風の仕業歌いたい。紙飛行機いいよね。私あとね、あれも好きだよ、嵐の夜にはあとは愛のストリッパーも好き。好き好き好き。陽気。潮風の招待状、なんか潮風の招待状をめっちゃ前に、あの、いつだっけ、コッコさんがねソロで歌ってて、卒業公演かな、卒業公演じゃないか、卒業公演かな、なんか卒業公演チャートリもあったんですけど、そう、もうなんかそれが今めっちゃすぐに浮かんだ。潮風の招待状、オネストマン、オネストマンはもうわっしょわっしょいです。キャンディひとさ口に入れて、ラスト1曲、オネストマン歌いたいオネストマン歌おう、オネストマン、オネストマンってね2番のね歌詞難しいんだよね。4分だって、オネストマン。止まるな、楽曲ダウンロード中、止まるな、頑張れ。よっしゃ、入った。誰より先にドアを開けて外へ飛び出そう。勉強なんかできなくたって、もっともっと大事なことがある。ブラノのその真ん中で校舎に向かって叫ぶ自分に正直に、俺は生きたい。
せてくれ、世界で一番好きだ。窓に鈴なりやじ馬たちよ、耳の穴をかっぽじいて聞け、天才なんか構わないんだ、ちゃんとちゃんと伝えなきゃいけない。こんなに大きな青空、大の字に寝転び叫ぶ、後先考えずに俺は生きてる。君が欲しい花の底かないを、何かを隠して偽りたくはないんだ。君が欲しいどんなドン引きされたって、正々堂々とぶつけてみる。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんな過去悪くたって溢れるその想いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことを言わせてくれ、世界で一番時間だ。ちゃんといい時間だ。オネストマンでした。今日は4曲ロマンスかくれんぼ、オーバーチュア、シアターの女神、女神って言っちゃった、女神オネストマン。もう今日はね、もうめっちゃ神々でです。もうほんとすいません。もう女神毛ガニじゃない、カニじゃないよ、女神。ありがとうございます。57分、あと2分ある。58分になるから。オーバーチェアも瀬戸里に入ってる。そう、 M2 ミュージック2ということで壇上を呼びます。パオさん、ウォルフィーさん、リョンキューさん、ちょっと待ってね、アーリーさん、トヨタンさん、マヨタミさん、シンジさん、ナンバのヒサトさん、メキレさん、クマキチさん、フクタルさん、ヘキレさん、カモノさん、ありがとうございます。ちょっと待って、ぐるぐるしちゃいます、すいません。お、よし、ありがとうございます。そしてこのルームのみんなを見よう。ありがとう。よ、酔った、ごめんなさい。ごめんごめん、ぐるぐるしすぎました。おやすみなさい。手相見えた、じゃーん、どや。楽しかった、ありがとう。私も楽しかった。おやすみ、また明日。今日も一日お疲れ様でした。明日水曜日だ、早いね、1週間って。もう折り返し地点だよ。また明日も頑張りましょう。おー、おやすみ、また明日。体調には気をつけてね、本当に。
羽織物大事ですよ。寒い時の羽織物。皆さん体調には気をつけて、また明日も元気に。おやすみなさい。ラブラブです。